レーザーはフォードモーターの自動車である。マツダのファミリアをベースにした乗用車で、日本では1982年から2000年までにフォードの販売網、オートラまで販売された。1979年にフォードとマツダは資本提携し、フォードはアジアオセアニア、艦隊併用地域向けの小型車の開発生産をマツダに任せることにした。 そのアライアンスの一環として企画された。プラットフォームはファミリア同様、マツダ B プラットフォームが採用されていた。日本国内ではマツダの工場で生産され、日本国外ではアジアやオーストラリアなどへ輸出もしくは現地生産された。レーザーのネーミングは主にアジアを含む南半球で使用され、北半球はエスコートとネーミングされている。ただし、 ヨーロッパフォードにはすでにエスコートがあり、ヨーロッパのみ同盟、別物の車であった。レーザー、エスコートは、米本国は、もちろん、メキシコ、南アフリカなど各国で製造、販売された。初代レーザー2代目レーザー2代目レーザーなお、この台には、バンも存在し、3代目の登場後も1994年まで、生産された。 三代目レーザーリンクスレーザーリデア写真は台湾仕様ティエラタクシー仕様レーザーリデアワゴン。ありがとうございます。